昨日、神奈川県厚木市で竜巻とみられる突風が発生し、屋根の一部が飛ばされるなどの被害が出ました。気象台は現地調査を行い、被害の規模などを調べる方針です。こちらにあったコンテナ型倉庫が突風によって吹き飛ばされ、隣にある田坪にこのように横倒しになっています。屋根とか枯葉とかゴミとかが全部巻き上がった状態で、道路とかにも巻き散らしてと進んでいった感じで。 昨日午後3時10分ごろ厚木市長谷で竜巻が起きて電柱から火花が出ていると110番通報がありその後、竜巻を見たという通報が相次ぎました警察などによりますとこの突風の影響でプレハブの倉庫など5棟で屋根の一部が剥がれて飛ばされたほか乗用車2台と住宅3棟の窓ガラスが割れるなどの被害がありましたけが人はいませんでした横浜地方気象台は 今回の突風について竜巻だったのかを判断するためきょう午前8時半から現地に職員を派遣して被害の規模を確認するなど調査を進める方針です。